私は宣言していた通り、受験生たちにとって日本一有名な英語講師になるって言いました。実は某新聞の朝刊に出ます。一応公開していい、喋っていいっていうのが、オーディションして別の先生たち教科増やそうと思ってますから、学校の授業とか使っていいですよ。高校大学どうぞ使ってください。好きな形っていうのが存在するんですよ。どういうことかっていうと、まずね、英語さんがね嫌いな文、これですね。はい、こんにちは。そうするといいかな。ハローで始まりました、森哲チャンネルです。そうですね、タイトルにある通り、さあ情報が解禁されました。4月1日午前0時、私は晴れて東進講師ではなくなり、そう、ただ呼び講師になりました。ただ呼びの講師となりました。そうだったの。そう、 YouTube でやる予備校ただ呼びができました。私は宣言していた通り、受験生たちにとって日本一有名な英語講師になるって言いました。で、私が新しく授業チャンネルを始めたところで日本一有名な講師になんてなれると思ってません。そんなに自分のことを買いかぶっていません。知られるためには圧倒的な知名度が必要なんですよ。だから吉野圭介が登場するわけなんですよ。彼は圧倒的な知名度がありますね。まあ、ヨゼミ、東進で古文のトップとして張ってきたわけですから、彼がやる予備校だったら一気に名は広まるはずです。いいんです、僕はバーター2番手で全然構わない。自分が知られるんだったら全然構わない。だって知られなかったらゼロと同じじゃない。僕が授業チャンネルでボーンって始めて、僕のこのチャンネル見てくれるって、僕のこと好きな人は当然見てくれますよ。でもそれだけじゃダメなんですよ。一般にもうすでに知られてる人っていうのが出ていかなきゃいけないわけなんですよ。そうだから言いましたね、テレビ、新聞、雑誌、取材めっちゃたくさん受けてるわけですけど、そもそもこれも4月1日の朝刊に載っちゃうから、だからこの12時に動画出してるんですよ。開講日は4月6日です。それまでにはプロモーション的な動画が、まあ、吉野先生と僕の2つは撮ってあるんで、それ以外まだちょっと分かんないですけど、12時に吉野先生とアイドルとの対談動画が出てるわけなんですけど、後でぜひ飛んでチャンネル登録しておいてくださいね。実は某新聞の朝刊に出ます。一応公開していい、喋っていいっていうのが、さっき受けてきた週刊プレイボーイか、のオンライン版ですね。で、あとはタブロ、これで、ね、吉野先生が取材を受けてるやつね。トースポ、で、あとサイゾー、はいはい。で、あとは、産経新聞、ね。まぁ、ちょっといつ出るかわかんないですけど。で、他にもいろいろ受けてるんですけど、まだ公表してはいけないということなので、言えないですが、バンバン受けてます。で、当然わかると思いますが、僕はそんなのいきなり出れるわけないわけで。でも、吉野先生だったらもう知名度があるから、最初から出ていけるわけですよ。いいんですそれで。ネプチューンだってね、原田泰造っていうのでドンと出たわけです。でその後に、実は堀内健も面白いんじゃんみたいになったわけでしょ。そういう形でいいんです。誰かがまずは出て、その後で知られればいいんです。とにかくまずは知られることなんですよ。まあ多分吉野先生と対談動画出すと思いますけど、まあ辞めることは結構前に吉野先生決まってて、まあいろいろ一緒にやろうみたいなのはずっともらってたんですね、オファーは。でただまあそれどうなんですかねみたいな感じでやってて、で最終的に YouTube で授業するっていうのに帰結したんですよ。まあお前 YouTuber なんだしみたいな形で言われて、あだったらまあどうせ授業動画上げる予定だったから、それだったら協力しますよ。ただ協力するからには東進のね講師としていたわけだから、その授業がきちんと YouTube で見られるようにしたいって自分は言ったわけです。だからほら黒板とか電子黒板ありますね、撮影機材、カメラ、ピンマイク、いいのを揃えてくれと。そうでなければせっかくすごい先生たちでも埋もれてしまう可能性があるから、だからきちんとそこは用意してくださいと、機材を。さらに編集もかけさせてくれと。で僕毎日カッティング編集ですねしてるんですよ。ああそういうことだったんだって思ってるかもしれないですけど、僕だから自分の授業と吉野先生の授業を両方毎日カッティング編集して、ここに字幕入れてくださいとかっていう指示を全部やってるんですよ。だから1回の編集で、まあ、最低3回で大体4回ぐらいなんですけど見直して見るんですよ。だからめちゃ時間かかる、すげー大変なんですよ。1年後にはめっちゃ古文できるようになってるんじゃないかなと思ってるんですけど。でどちらも基礎
からやります。基礎文法からやります。自分の授業は4月6日にイントロの授業を出すんで、その時に見てほしいんですけど、そう、基礎って言ったって英作文に関してはもう全然上のクラスもボロボロなんで、基礎はやるけれども、ライティングに使えるように、スピーキングに使えるように、リスニングに使えるように、そういう風に作った。だ、英文法でそういう風にやってる授業ってあんまないんで、でこれだから世界標準の教え方なんで、全然あの突拍子もないわけじゃないんです。だちゃんと受験のその4択としては基礎だけど、使えるようになるっていう点ではすごくまあ目新しいのかな、わかんないですけど、そういったものだと思ってください。で全然学校の授業とか使っていいですよ。高校大学どうぞ使ってください。もう全然構いません。無料で全て公開しますから、一切隠しません、はい、あの出し惜しみとかしませんので。ただまあ基礎なんで、最初はあのマニアックなことはやらないです。でこの学校の授業とか参考書でちょっとわかんないなっていうところとかに、うまく役立てればいいんじゃないかなと思って作りました。ぜひ本当ね、見ててください。本当に、あとなんだっけ、全部の授業には入れられないですけど、今日の英単語ね、やってほしいっていうリクエストもあったんで、ほとんどの講義の最後に今日の英単語っていうコーナーがあったりしますね。そういう風にね、あの皆さんのリクエストにも答えられるので、 YouTube なんで、そういった形でやっていきます。で積み上げ式でちゃんとやってきますので、なんか美味しいとこだけくり抜いてやるっていうんじゃなくて、ちゃんと最初の授業からこう積み上げてやっていく形式になってますね。だそこはすごく役立つはずですので。であとはまあ英語に関しては一般の人ですね、もう大学受験とか関係ないよって人が見ても役立つようにしていきます。あと英検とかの試験にも役立つように工夫はしようと思ってますね。で毎週で月から金の5本は必ず授業動画が出ると。土日は、まぁ、ちょっとで今、まぁ、今状況わかるじゃないですか。あんまり外出してよろしくないっていう状況なんで、本当は土日いろんなね、対談とか上げてきたいんですけど、ちょっと今、未定な状況ですね。この、今どうなるかわかんない状況なんで、本当はだから、ね、吉野先生をちょっと生配信に出すって、ずっとね、計画してんですけど、うまくいくかちょっとわかんない。やだよ、俺言っちゃいけないこと言っちゃうし、って言ってたから。確かにそうなっちゃうかもしれないですもんね。ということで、はい、どんな感じなのかって、ちょこっとだけ見ますか。ほい。ハラダイは始まりました。基礎英文法講座ですね。今回は第4文型、第4ですね。はい、第4に行きたいと思いますね。第3行かないんですか。そうです。英語っていうのはですね、好きな形っていうのが存在するんですよ。どういうことかっていうと、まずね、英語さんがね、嫌いな文、これですね。頭でっかちをですよね。この主語がでっかいやつですね。英語は非常に嫌うんですよ、こういうのね。はい、こんにちは。そうするといいかな。残りは余談か紙理か絞り算活用動詞な。残りは余談か紙理か絞り算活用動詞なんだけど、これはもう何万があるからね、もうあの判断するのは不可能。したらこういう形な、括弧図な。カッコ図の形を取ってみるわけでしょ。で、あいうえおで、よく聞いていてな。あに来たら余談、いに来たら紙り、えに来たら下二段活用動詞なわけなんだけど、そしたら見てもらっていいかな。はい、こんな感じでですね。楽しみにしていてください。4月6日に出ますから。まあこれがね、うまくいったらすごいことになるわけですよ。だって予備校講師が無料で出してくわけでしょ。それはもう予備校びっくりですよね。でさらにあのオーディションして別の先生たち教科増やそうと思ってますから。そうなんですよ、本当にね、この予備校業界って若手がさ出れないからさ、もうオーディションして出そうと。でメディアにはもうバンバンそれで出ていきますから。わかんない、どの番組でやるのか YouTube でやるのかとかもまだわかりませんが、何かしらオーディションやって、でそれが終わったらね、様々なものに行きたいですね。僕だったらトイックで資格試験の授業ができたりとか、あともう高校受験とかね、中学受験だってあり得るわけですから、様々なものに広げていく予定です。こんな感じでやっていくんだなっていうふうにね、びっくりした人もいるかもしれませんが、実はこうなってました。はい、ぜひですね、このチャンネルの高評価、チャンネル登録、そしてただ呼びの方もぜひ行って動画見てもらってですね、高評価、チャンネル登録をしてください。はい、4月2日には僕のそのインタビュー動画が上がります。メディア情報に関しても様々なものを上げていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.